ガードポジションが腕2本相手の股の間から出てる、ね、これを1本にする。1本こっちは5、1本、それで肩を抜い取る方の、ね、足がこっちの足、肩抜けた方、この足をこうかける、こうかける、そしてこれ締めた時に相手のここ、ここも締めるようになる、自分この足でここを締めるようになる。そしてこの手、この手はこっち持ってきて、自分の足でこうロックする。そしたらさっき言ったのこっちの足でこっちの首の、まあ、見えとるんか、そこで全然見えてないよ。ここの血管を止める。ほんでこっち側はこの人の自分の肩でグーッと押されることでこっちの血管を止める。こことここの血管を止めて血が通わになってコロンと行く。ここで足をこうロックする。この時ここの足の角度見てください。ここ、ここ見てみ、どうなってるか。これがね、こうなるのがいっぱいおるの、これ。こうなるやつ。ね、それと、な、こう。なんか、ここ、相手に出してまっすぐ。ね、ほんで、このチャーンと、自分の膝、膝のところで、自分の足首のところをロックする。そして最後に、これで決める。またこの形を覚えてないといかんよ。またこれから抜いて。